はい、皆さんこんにちは、劇団おじです。さあ今回はね、楽天モバイルの話題になります。一人の疑問はみんなの疑問、おじいの疑問でもあります。 EKYC オンライン本人認証、まあ、つまり楽天モバイルで本人認証、おじいの場合は佐賀急便受け取りの時に免許証を見せるっていうね、その方法なんだけど、この EKYC オンライン本人認証ね、縮小してピョンってこうやるやつがあるよね。で、あれで申し込んだ場合ってスタートガイド送られてこないんですか？お？って感じでね、あ、そうなの？って感じで、ちょっとね、こんなコメントをいただいたんだよね。ティラリン。はい、ね、ペペロミアさんですね、おなじみ、よいしょ。それでよいしょと、こんな内容なんだね、楽天モバイル楽天市場で楽天ハンド980円、本人確認処理アップデートし、 EKYC で本人確認済んでます。前楽天モバイルでは準備中、 QR コードで表示が可能。じゃあもう使えるってことはね。さて、楽天モバイルでスタートガイドキットの送付の有無を楽天モバイルに電話で問い合わせました。 EKYC でスタートガイドキットは送られてこないと言われました。お、もちろん楽天モバイル楽天市場店に問い合わせフォームでその件で問い合わせ中です。皆さん、eSIM で本人確認アップロードし、 EKYC でスタートガイドキットが届いた人いるのでしょうか？は、そんな感じですね、ありがとうございます、ね、この送付の有無のとこで、ここを振り仮名振っていただきました。優しいね、本当ね。それで、ね、これおじい確かね、一番最初楽天モバイルがスタートした一番最初の時だけは本人確認、スキャナーで読み込んで、プリンターので、それ SD カードに移して、でパソコンで読み込んで、でベロンってこうパソコンでやったんだよね、一番最初。でも過去の動画見て分かるようにスタートガイド届いてるんだよね、一番最初ね。でなんか QR コードっていうかバーコードみたいなのがスタートガイドの後ろに貼りペタってなってて、それ読み込むから。だからみんななんか楽天モバイルのおじい関係なしにやったけど、楽天モバイルの紹介する人ってみんなガイドの後ろこうやって隠してたけど、なんでそんなの隠す必要あんのって思ったんだけど、あれがみんなここに違うんだね、リア番号とか違うからね、だからそれが届いたよねっていう頭の中にちょっと記憶があるんだよね、おじいの中ではね。で、このね、ペプラミアさんの情報を見ると、これマイ楽天モバイルでは準備中になってるよね。で QR コードでもう表示がね可能になってるから、それピュッてやるともう読み込んで使えるんだよね、 QR コード出てるとね。おじいも楽天ミニの時かこれ申し込んだ時にそうだったんだよね。QR コードピュッてやるとね、ピュッてすぐ使えるようになるんだよね。でおじいが今パッとインスタントで調べたのはここだね、EKYC でね調べてみました。で楽天モバイルのスタートガイド利用開始手順書を確認したいということで、でスタートガイドの最新版は下記よりダウンロードいただけます。ここに書いてあるのはあくまでもスタートガイドの最新版が下記よりダウンロードいただけますっていうことなんで、この最新版がダウンロードいただけるっていうのは何でなのっていうと、旧版があるってことなんだよね。なんでわざわざなんで最新版が下記よりダウンロードいただけますって書いたのかなっていうと、旧版をすでに持ってるっていうことが前提なのかもしれない。それか古いものをダウンロードでダウンロードで見てた人も、あ、今の新しいのはこうなってるよっていう、すでに最新版をダウンロードできるようになってるのかもしれない。これはね、どっちの意味にも取れるんで、ちょっとおじい分かんないよねこれね。
で、まあ、契約内容に応じたスタートガイドをご覧くださいということで、ここにリストがあって、で今回は楽天市場から楽天ハンド eSIM しか使えないので eSIM なんだよね。で SIM 版スタートガイド、 eSIM 版スタートガイドね、このように2つあります、これね。で、eSIM 版スタートガイド、スマートフォンに内蔵された本体一体型の SIM です。お申し込みの際に eSIM を選択された方は eSIM 版スタートガイドをご覧ください。でここなんだよね。AI 簡単本人認証 EKYC をご利用されたお客様はこちらのスタートガイドをご確認くださいということで、でこれがその下にも書いてあるんだね。 AI 簡単本人確認 EKYC ご契約者向け eSIM 版スタートガイド、ね、AI 簡単本人をご利用し eSIM をご契約されたお客様はこちらのガイドをご覧ください。でこちらのスタートガイドは最新版です。現在配布されているものと内容が異なる場合がありますということなんで、これはここを見ると現在配布されているものと内容が異なる場合がありますって書いてあるので、なのでこの内容の意味からするとこれね、楽天ハンド eSIM 版を契約した場合配布される、やっぱり配布される、今おじいのやつが楽天モバイルからの発送通知が来て、で輸送中になっているのでそれ SIM だけなんだよね。でだからこのね配布、この現在配布、この現在配布が今追跡中なんだけど、まだこっち来てないんだけど、おそらく午前中かお昼には多分来て午後配達で持ってきてくれると思うんだけど、これ配布されるって一応判断するのが一般的というか常識かなと思うんだけど、そんな常識ひっくり返しちゃうっていうのがね楽天モバイルなんで、ここに書いてる意味を見ると常識的にこうだよねっていうのをひっくり返る可能性があるので、そこが楽天モバイルのね怖いとこなんだよね。漏れなくプレゼントでも漏れちゃうっていうね常識では考えられない言葉使うので、ちょっと楽天モバイル難しいねこれね。そんなわけで、これね現在配布されているものと内容が異なる場合がありますっていうのは、これは普通にねおじいの頭の悪い頭の中で考えてみると、ダウンロードして勝手に見てくれよっていう内容だったらダウンロードして勝手に見るんだけど、そこに最新版です、現在配布されているものと内容が異なりますってね、書いてあるわけがないんだよ。だってその時にダウンロードしてるのが最新版だからね。でこれはやっぱね現在配布されてるものと内容が異なりますっていうのは、やっぱり今配布してるんだから、だからその実際に印刷してるものって新しいものと差し替えが間に合わないし、でもね何億万部ってバーって倉庫の中にあるわけなんで、もう毎日ね何万人のお客さんをバーっとこう出荷してるわけなんで、なのでそこにも印刷しちゃったものを最新版に瞬間的にね、もうマリックでも無理だよ、パッとハンドパワーですクラッってやってね、最新版にすることができないので、なので、現在配布されているものと内容が異なる場合があります。だから配布されて今届く方でも一応こっち側が最新版だから両方比べて新しい方を優先してねっていうことだと思うんだよ。で一応表向きにはちゃんと、スタートガイドもちゃんと教えてくれないのかよなんて、もう私いらない、誰のうち分かんないっていう人もいるかもしれないから、だから一応申し訳程度でちゃんと配布もしてるんだよっていうね、そういうことだと思うんだよ、おじい的に思うと。でおじいは個人的にねそうじゃないかなってね、シャルコおじいはそう思うんだけども、でもやっぱりねこれ見ると今回のね内容なんだけど、この楽天市場でねこれ、ケルコディフォルチカのスタートガイドキットのねこの
これ楽天モバイルでスタートガイドキットの送付の運も楽天モバイルに問い合わせました。で EKYC でスタートガイドキットは送られてこないと言われました。でこの楽天モバイル、電話番号指紋の発行するのが楽天モバイルなんで、なので楽天モバイルの回答がこれが正しくないと困るんだよ。でこれがね、楽天市場に問い合わせた場合、楽天市場は端末を販売してるだけなんで、このモバイル関係のことはもう全く全然もう別だからね、本当別の会社だからね、別の部署じゃなくて別の会社なんで、なので、もう全然わからない、答えられないよね。このことについては楽天市場でわかることは荷物のことだよね。楽天ハンドはいつ発送されるんですか。あ、楽天モバイルの方でお客様がね、SIM を回数したのを確認したら受けましょうっていう。でここでね、今回の場合はみんな郵送で、楽天市場組はみんな郵送で来るんだよね、郵送で。でその郵送されたものを受け取った時が回数の時なんで、実際に回数作業をしなくても受け取った瞬間に、回数っていう、その時刻、受け取った時刻ピッてこう、おじいの場合で言ったら佐賀急便なんだけど、佐賀急便がピッてやった日時、これが楽天モバイルに送信されるんで、でその受け取った日時、それを受け取った瞬間に、あ、この人回数したねって判断するので、でこの人受け取ったって楽天市場の方に送ると、はい、じゃあ発送 OK だねっていうことで、だから開通したら5日以内に発送って書いてあるんで、だいたい開通したら1日2日以内に、まあ、だいたい1日台だけどね、時間帯によると思うんだけど、佐賀急便のピッてあったデータが楽天モバイルに送られるの でそのチェックにだいたい1日見とけばいいかなと思います。でその範囲内で、またそのもう1日ね、ぐらいに楽天市場に行くと思うので、まあ2日だよね、最大でかかったとしても2日で楽天市場には情報が行くっていう。で楽天市場に情報が行ったらもう出荷準備は整っているので、そのお客様の荷物を探して出荷するっていう、まあ、最大でかかっても、まあ、1日ぐらいだよね、なので、まあ、3日、最大で考えても3日あれば発送までこぎつく。でもこれが土曜日とか日曜日とかね、まあ、挟んじゃう場合もあるので、まあ、大体5日以内だよってやっていけば、まあまあ大体カバーできるかなっていう、まあ、そういう計算ではないかなと思います、これね。であとその開通したのが今日開通したのにね、今日開通して今日5日目だけどまだ発送されないのってね、ここのところがねミソなんだよ。回数っていうのは楽天モバイルが荷物を受け取ったことを通知を受けた日なんで、通知を受けてないって言われたらもうそれまでなんで、おい知らない、うちまだ聞いてないよって、昨日佐川で受け取ったやんけーって、いやまだその通知確認してないんですよだから受け取るのが3日とか4日とか5日とかすっげえ時間かかって順番待ちになったから、去年の今頃大パニックだったんだよね、いろいろね、開通しねえとかね、そういう問題がありました。そんなわけで、まあ、おじいとしてはね、これはねちょっとこれはね問題ではないかなと思うね、これね。楽天モバイルの方見ていたらね、ここ直さないとまずいと思いますよ。これ EKYC でスタートガイドキットは送られてこないっていう返答してるのを、これはどうなんでしょう。でここの電話で問い合わせたんでしょ。で電話で問い合わせたけども、ここを見てる可能性があるのかな。でも本人にしたからここだよね。だから eSIM 版ではやっぱここだよね、ここだよね、こちらご覧くださいだよね。だからやっぱりお隣のおばちゃんからしてまだそんなこういう問い合わせになってないから、やっぱりあんまり賢くないおばちゃんじゃないのかな。だから楽天モバイルのことをあまり知らない隣のおばちゃんがたまたま電話に出ちゃったっていうね、そういう可能性もすごい高いよね。
あね、楽天あの何でもしたけどね、サポートほどサポートが言ったからっていうね、サポートほど信頼できないものがないっていう、ほんとそこなんだよな楽天って。うん、だどっちが優先されるっていうと、サポートっていうのはあのここの楽天モバイルの公式のね、この内容を見て調べて、でお客様が調べてみて納得してほしいんだけど、それができない方に代わりに調べてみて回答するね、だからあのちょっと動いてくれる棒読みちゃんみたいなもんだからね。だからね、どっちが優先されるっていうと、やっぱりここのルールに基づいて決まってると思うので、なので今回のサポートの人は嘘ついたんじゃないかな、本当ね。うん、まあ本当おじいの虫のいところが悪かったら、今回の動画のサムネタイトルね、楽天モバイルのサポート大嘘つきだーかーって、あの衣装も伸ばしてかーっていうね、あの絵使ってね、そのタイトル、そのサムネになるかもしれないけどね。はい、そんなわけでね、皆さんどうでしょうか、この EKYC で本人確認でeSIM 申し込んだ方、スタートガイドキットは届くんですか、それとも届かないんですか、どちらですか、ね、そこのところ、もし経験がある方がいたら、一人でも多くの方ね、コメント欄で教えていただけるとありがたいと思います。一人の疑問はみんなの疑問ね、おじいのチャンネルで解決しよう。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。これ押しといてね、またね、バイバイ。